じゃーん、できました。こちら今私が吸った浮世絵です。皆さんは浮世絵って吸ったことありますか？まあ、なかなかできない体験ですよね。しかしここ藤沢市には藤沢市藤沢浮世絵館という浮世絵に特化した展示施設があるんです。ここではこういった浮世絵すり体験なんかもできるんですよ。ということで今回はここ藤沢市藤沢浮世絵館から初心者の皆様にも分かりやすく浮世絵について解説していきたいと思います。私がお邪魔したのは辻堂のココテラス湘南7階にある藤沢市藤沢浮世絵館です。学芸員の中川敏子です。よろしくお願いします。そもそもなんですけど、この浮世絵というのはどういったものなのか教えてください。そうですね、浮世絵というのは江戸時代に庶民向けに描かれた絵画のことです。で、浮世絵の中には、肉質浮世絵というのと、あと版画の浮世絵が2種類あります。で、肉質浮世絵っていうのは実際絵師が自分で筆で絵を描いているものになります。あとはよく皆さんが知っている北斎の波浦みたいな版画ですね、はい、その2種類になりますね。でも実際に版画で描かれているっていうものは、浮世絵で描かれている内容っていうのはどんなものが描かれているんですか？はい、そうですね、本当に現世のものなら何でもという感じで、美人ですとか役者ですとか風景ですとか、まあ、お相撲さんの絵ですとか、うん、それを例えばこう現代に置き換えるとしたら、まあ、現代ではどういったこう存在だったんですか？そうですね、今でいうところの印刷物なので、ポスターであったり絵はがきであったり、あとはまあ役者絵もあるんですが、そういったものですと、ブロマイド的な役割も果たしていました。そう、広告メディアがほとんどなかった江戸時代、流行りのファッションに身を包んだ美人画や役者絵はまるで現代のファッション誌やポスターのようなものだったそうですよ。実は私葛飾北斎が大好きなんですけど、はい、まあ、先ほど版画で浮世絵作ってるっておっしゃってましたけど、例えばじゃあ北斎が描いて彫って刷ってって全部こう一人で完成させてたんですか？あ、実はそれは違っていまして、江戸時代にはまず浮世絵のパターンとして、はい、大元に版元っていう今でいうところの出版社がいまして、それから絵師である、まあ、葛飾北斎だとここですよね、今でいうところのイラストレーターとか画家さんみたいなものなんですが、そちらにまず絵を依頼しまして、あ、こういう絵を描いてください。そうですね、で出来上がったものを彫り師とか摺り師とかそれぞれのまず彫り師が彫って、摺り師がまたそれを摺って、最終的に一つの版画作品が出来上がって、それをまた版元の方に戻して、版元が出版して販売するっていう。浮世絵版画は数多く販売された出版物で、人々が気軽に購入できるものでした。売れ行きは人気絵師を採用する版元の手腕にかかっていたそうです。さあ、今日は浮世絵すり体験をさせていただけるということで、中川さん教えてください。よろしくお願いします。こちらにね、もう準備されてますけど、今日は何を体験させていただけるんでしょうか？浮世絵の木版の二色刷りを体験していただきたいと思います。はい、こちらの作品はですね、広重の曹州江の島金鬼山という作品になってまして、うん、当館の学芸員が模刻した作品になります。そうなんですか？はい、これを学芸員の方が彫ってる。あ、そうなんです。すごい、はい、今回版木は2枚。まずは色をのせるための版木に絵の具を塗り、ブラシでこすっていきます。こうすることによってどういった効果があるんですか？そうですね、絵の具がダマにならないように、はい、均等にこう伸ばしてきれいに擦れるように。あ、なるほど。いよいよ擦っていきますが、紙の位置を合わせて、そうですね、指の先で片方を押さえていただくと、はい、はい、でこちらも合わせやすいかと思います。繊維の筋に合わせてすると綺麗に擦れるというふうに言われてまして、なのでこのバレの取っ手と同じ向きなんですね。なのでこういう向きとか、こういう向きとかで擦っていただくと、もうだいぶ入ってきているかと思います。はい、
こうなんか行ったり来たりしてもいいんですか？あ、大丈夫です。結構力いりますね。そうなんです、そうなんですよね。いきますね。てらあ、いい感じで、はい、おお、色の版ができましたので、はい、続いて輪郭線を表すための主版に色をのせて同じようにブラシでこすっていきます。今度はこの赤い印に合わせて、はい、置いてみてください、はい、でずれるとハンガー、そうですよね、そうなんです、大変ですよね、絵がずれてしまいますので、はいはい、この赤い印、はい、実は今現代でもよく名前を使われていまして、はい、慣用句があるんですけれども、はい、この印の名前っていうのは分かりますか？この印の名前、そうなんです、よく使われているんですが、はあ、現代で、そうなんです、バミリ私たちよくね、こう立ち位置とか合わせるときバミリとか言うんですけど、え、なんだろう、そうですね、なんか的的とか、わかりますか視聴者の皆さん。実は見当と言いまして、見当違いとか見当をつけるとかの語源になったものなんです。あ、じゃあこのことを見当っていうので、それから派生して見当違いとか見当をつけるっていう言葉につながっていったっていう。へえ、あ、でもじゃあ当時からそれだけこの見当というのがどれだけ大事だったかっていうのが分かりますね。そうですね。おもはんもしっかりこすって和紙に色をのせていきます。2色塗りができたかなっていう、あ、いい感じで、すごく綺麗に、おー、はい、すごい、あ、やっぱなんかさっきとは全然違いますよね。ただの色だけだと違いますね。ね、一枚の絵になってますし、はい、このね、同じブルーといっても濃いブルーとちょっと薄いブルーでしっかりと美しい絵が刷り上がりました、はい、すごい感動、あ、よかったです、嬉しい、ありがとうございます。左側が色版のみ刷った版画、輪郭線が濃く色付けされるとこんなにはっきり江ノ島が見えてきました。実はですね、今日は特別に普段はね絶対に入ることができないある特別な場所にご案内していただいています。どんなものを見せていただけるんでしょうか、楽しみです。なんとここでは額に収められていない版画を見せてもらえることに。近くで見ていいんですか？あ、そうですね、はい、はい、どうぞ。うわー、やっぱりこうガラスがないことでよりこのカラー、色合いだったりとか、こうグラデーションの具合もすごく鮮明に分かりますし、そうですね、なんかちょっとのこうなんかズレみたいなのも見るのが楽しいですよね。はい、あ、すごい、私人生で今一番至近距離で浮世絵を、ね、はい、拝見しております、はい、遊行寺がこちらの方に描かれてまして、奥の、そうですね、市民の皆さんはもう馴染みのある遊行寺ですね。この広重が描いた保栄堂版東海道五十三次のうち、藤沢は遊行寺橋付近にあるトランスボックスにラッピングされ、スマートフォンで音声解説も聞けるようになっています。いや、中川さん、これもまた圧巻ですね。こちらはどういった作品ですか？はい、3枚続きの作品になってまして、広重の江ノ島弁財天会長詣という作品になっています。このじゃあ後ろに描かれているのは江ノ島です。はい、そうですね、すごい、本当3枚続きということですけど、はい、こういった形の勢いも結構あるんですか？そうですね、3枚続きのものもたくさん作られてまして、長いものですと5枚とかそういうものもありますね。表情もね、一人一人こうすごく素敵ですし、はい、もう髪とかも一本一本ちょっとこう遅れ毛というか、はい、そういった細かい部分までこれも彫ってるんですよね。そうなんですよね、信じられない。こちらの方の作品はですね、はい、東海道五十三次のうち藤沢小栗半眼という作品になります。今展示してます役者見立て東海道の中の一枚です。本当に発色が綺麗で、これは何色ぐらい使われてるんですか？そうですね、かなりの色数になっているかと思いますね。じゃあこの色と版木の数はもう同じっていうこと、その分あるっていうことですか？
そうです。ただ細かい部分とかだと、同じ版木の1枚の中にこう上下でいくつかこう入っているとかいう場合もあるみたいですね。ただそこで色を変える。そうですね、変えて。この頭髪の生え際の細かな部分も彫って表現されています。役者絵や美人画など人物の浮世絵は、その細かさや色の多さなどから浮世絵の最高峰とも言われているそうです。近くで細かなところをじっくりと見てもらうと、その凄さがわかると思います。裏の方を見ていただくと、そうですね、バレンの跡が見えるかと思うんですが、こういう釣りの、そうなんです。すごい、これ本当に初めて見ました。そうですね、なかなか裏は見る機会ないんですよね。ないですよね。はい、結構なんかこう激しく擦ってるような様子がわかりますね。そうですね、力を込めて擦って、様子がわかるかと思います。なんか表面からのこう繊細さとか美しさっていうのもありますけど、裏を見るとすごくこう苦労して擦ってる力強さみたいなものを裏からは感じますね。そうですね、すごい、なんかここにいる摺り師の人の存在をものすごく感じます。、はい、裏を見ると。現在開催されている展示会では、浮世絵の最高峰とも言われる人物画がずらりと並んでいますので、ぜひご覧ください。放送を見て、はい、きっと浮世絵初心者っていう方も大勢いらっしゃると思うんですけど、初心者の方がこう楽しむ回り方、見方っていうのは何かあったりしますか？そうですね、役者絵なので、すごい今回特に歌川国貞というのは幕末の人気作家だったので、本当にいい摺り師彫り師がついて素晴らしいシリーズものを作り出しているんですね。髪の毛の細かい彫りですとか、そういった彫り師摺り師の技術というか、そういったものも含めて作品を楽しんでいただければと思います。今回のこの展覧会というのはいつまで開催されてますか？7月3日までの開催になっております。7月3日まで開催されているということですので、もう絶対ね、こう初心者の方、浮世絵に普段親しみのない方でも絶対に楽しめますので、ぜひ皆さん遊びに来てみてください。今日は本当に貴重な機会、楽しい時間をありがとうございました。ありがとうございました。